はい、どうも、シルコンティータイムへようこそ。ということで、今回はですね、こちらの大丈夫と言ってというね、ゲームやっていきたいと思います。このゲームの説明文が、大丈夫じゃない彼にどうかというね、文なんですよ。まあ、どういう意味なのか、ちょっとね、いろいろ、まあ、考察ができますけども、ちょっととりあえずね、じゃあやっていきましょうか。で、このゲームには、グロテスクな表現が、まあね、描写がありますと。苦手な方はプレイやご視聴をお控えくださいということでね、まあ、苦手な方はやめてください、見るのをね。じゃあ行きましょう。読み終わったら、はい、決定ボタンを押します。これは、決定ボタンはエンタリーいいのかな？よし。お、来ましたね。大丈夫と言って、すごいタイトルが出てますね。お、この子が主人公くんですね。かっこいい。なんか可愛らしいし、かっこいいな。いいね。なんかモテそうな見た目してね。あ、あれ？なんかニワトリさんいるな。あ、寝ちゃった。え？かわいい。寝てる。大丈夫。え？終わり？大丈夫と言って、あ、今のは別に寝るのはあれか、関係ないというかあれなのかな。じゃあこの下のこれなんだ、これなんでしょう、ん、 なんだ何持ってんだ、あ、薬か。大丈夫は文字が赤くなってる、怖い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 。で寝た、大丈夫と言って、はい。で、やばいやばいやばい、もう行かれてきてるよ。これあれか、何回か選択肢選ぶことによってエンディングもしかして変わるパターンなのかな。可能性あるよね。ここは窓は、いや窓死んじゃうんじゃない、ちょこっち見るか、なんかメモみたいなね。暗い。え、なんで、何が、あ、電気つける、あ、そういうことか。めっちゃ明るい、いや綺麗な色だな。じゃあ行きましょう。はい、何、あ、本ね、本に読んで、いいね、読書好きだよ僕も。え、なんて書いてんだろう、読めねえな。なんだ、狂ってきてんのか、やっぱりどんどん。さあ、また寝たる。すごい、よく寝るね。まあ、一日が終わってるっていうことなのかな。はい。で、またなんか、狂い出す？あ、動くわ。時計は？時計はでも特に何も。あ、選べるか。選べるな。はい。ん？何してんだ？座って？やばい、なんか宇宙みたいになってる。あ、でも薬の形っぽいな、ちょっと。え？はいはいはい。今んとこ1ミリもちょっと、すみません。僕のね、考察力がなさすぎて理解できない。あ、やばいやばい、なんだ、誰？今の一つ目の女の子は誰？じゃもう、電気つけて、やっぱ明るい方がいいよね。ちょっとじゃあ、窓を触ってみましょうか。はい。逃げ出したい。現実世界からっていうことなのかな？もう一回押せる？逃げ出したい。何回も押しても別に特に青に式ではないね。オッケー。で、窓じゃない、ドア。行きますか？はい。どうなる？え？あ、ドアの前で座って？はい。あ、大丈夫。あ、怖い。やめて、声の苦手。これ、え？大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。大丈夫じゃないのね。怖いよ。怖いよ。なんか急にやばい。あ、もう行かれてるわ。行かれちゃってるわ。音でっかい。ゲームオーガー、時計がうるさいね。ちょっと時計止めようか。うるさい。おお、メントマが。やばい。鍵をかけなきゃ。鍵かけた。オッケー。なんかどうだよ、メントマが。勉強さえすれば。よし。頑張ろう。勉強頑張ろう。で、薬を飲もう。最終的にね。やっぱ薬飲んでね。一旦落ち着こうか。はい。やばい。もうメントマが。うえ。頭痛い。まあ、そりゃそうだろうね。今は朝なのか。窓をね、開けましょう。はい。どうでしょう。ゲームでかい。夜。寝よう。寝ましょう。はい。寝ましょう。やばい。行かれてる。頭痛い。それ頭痛いだろうね、こんなの。目がいっぱい。もうやだ。壊しちゃえ。え？あー、やばい。あ、すごい。あ、この音楽は。全部。お母さんの言うことは、とても綺麗で。はい。すごい。マジでゲームも大丈夫かな？僕もそうなりたいと思った。はい。で？すごい、目ん玉どんどん潰してる。あ、勉強はもうできないのか。はいはい。で、窓は？窓は特に何もない。あ、これ目ん玉潰していくのか。けれど、それが苦しくなった。はあ、まあ、親にね、勉強しなさいって言われてね、辛いっていうのあるよね。はい。頭なら、あ、頭じゃない。あなたならできるって。はあ、よく言うわ。それ一番プレッシャーだよね、でもね。あなたならできるってさ。もっとできると思ってたのに、そうね。勝手にさ、期待されてがっかりされてさ、本当に親っていうのは良くないよな。そんなんじゃダメだって。言われるようになって、
からだ。あ、どんどんこう狂ってきたってことか。うわ、何？赤い、なんか、あ、さっき女の子、あ、これお母さんなのか。やれ！お母さんに監視されるようになったのは。やっちゃったんだね。あ、本当にリアルでお母さんやっちゃったってことなのかな、もしかして。ん？ずなんだ？行って？どこに？なんと言って？なんて、あ、なに？ちょっとね、ちょっと、画面が切れてるから見えづらいかもしれないんだけど、なんか、6文字中4文字みたいな感じで、入れないといけないんですよ。助けて？助けてでいいのかな？じゃあ。え？ちょっと待って。愛してる。愛してる。これでいきましょう。これじゃないか、どうだ？はい。あ、ジュズ。どうして言ってくれない？ちょ、待って。ごめん、間違えたかも。勇気が出ないのに。てか画面比率間違ってない？今気づいたけど、ちょっと画面が微妙にずれてるね、これね。普通にこっちの方ずれてるね。すいませんね、ちょっとね。見づらいかもしれない。よいしょ。え？あー。ねえ。大丈夫と言って。あ、終わり？あ、リストカットみたいなのしてる？もしかして。血出てない？終わりなのか。ニワトリさん、顔が黒いことになってるよ。寝なくていい。ニワトリさんはできないのか。飲まなくていい。うん。あ、言って。あ、はあ、なるほど。助けてって入れればいいのかな。助けて。さっき、この通りで入れてみる？入れてみましょうか。はい。どう？はい。なあ、違うんだね。大丈夫か。1,2,3,4,5 確か大丈夫だもんな。6文字だもんな。全然気づいてなかったわ。そうだ。だから、こうタイトルなんだよ。バカか、僕は。よし。じゃあ、まあ、じゃあ入れますか、最後に。バカだな。全然気づいてないもんな。よし。じゃあ入れましょう。大丈夫。最初にさ、助けてって入れるの怖いよね。大丈夫。よし。OK。これでいきましょう。はい。どうですか。あ、でもなんか生き返ってる。生き返ってるか元気になってる。本当に？はい。あ、すごい、目がいっちゃってる。怖い。大丈夫かな。大丈夫じゃないの。可愛いな。いい見た目してるな。あのさ、あ、いい笑顔ですね。素敵。ありがとう。え、なるほどね。なるほど。最終的にまあ自殺というか、そういうことをしてしまったということを、うわお。大丈夫と言って血だらけですよ。ねえ。おまけ部屋に行きますか。これって言っていいんだろうか。おまけ部屋はちょっと不安だから。まあ、一旦じゃあ今回は、ね、このゲームは一旦これで終わろうか。おまけ部屋は私がね、普通に裏で見ますので。はい。ということで、大丈夫と言ってというゲームでした。いや、思ったよりもやっぱ結構闇深いね。僕の、まあお友達というか、まあ推しさんがね、作ってるゲームなんですけど、やっぱ闇深いね。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。それじゃあ、またねー。